あ、ドンカーですね。これ誰誰だこれ、ね、うんちしてる。うんちがなんかこう足じゃん。だってこれ動物の側いて、これお尻お尻向けて、そうでしょ、四つん這いのやつが、四つん這いのなんか動物がうんち してない。プシャーってなってるわけないでしょ。それが一本グソをこうしてブーってして排泄の音がドンなわけないそういうわけじゃないの。クイーンです、これエキサイクイーンです。百獣のカイドウのところ。そうです、はい、だから言ってじゃん。なんで消されるんですか。なんで俺らのせいみたいな。あ、でも7000円の麦わらが一応出て、そうそう、当たりは、まあ、今回ダメな箱の場合開けてみて500円で終わりみたいなこともあるらしいんで、だから全然いい方だと思います。え、でもいい方なのかい。はい、あ、いい方だと思います。当たりだと思います。あ、まあじゃあ取れてる時点でもう勝ちみたいなところありますね。あ、そうなのかい。本当麦わらに感謝ですよ。あ、じゃあ麦わら、うん、ありがとうございました。なんかわしが豆知識言って終わろうかな。ああ、海軍大将だからこそ知ってる。なんかその海賊とかキャラクターの豆知識、裏話とか、裏話とか、どこぞの博士みたいな。石塚雲翔だから。中の人のこと言うよ。これなんか一枚、じゃあ何パンクですか。でかい以外のパンクないだろ。違いもかい。これこれ、はい、あ、これは麦わらの技、はい、ゴムゴムのレッドロックだね、はい、わしはその最新話のエッドヘッグ編エッグヘッド編でね、はいはい、麦わらと戦ってパンチをここに食らったわ、はいはい、かるんだけども麦わらのパンチ少し痛かったね。なんだそりゃ。痛いだろそりゃ。パンチ